なんと、往年の名優の志垣太郎さんまで。相次いで訃報が流れる芸能界。3月5日、享年70歳でした。9ヶ月も伏せられていたその最後に、悲しみと驚きの声が止まらないのも無理はありません。ここでは、志垣さんの輝かしい経歴や名声、家族のことや生前の気になる機構について、見ていきたいと思います。その知らせは、12月6日、志垣さんの一人息子で俳優の匠さんがツイッターを更新して、世間にもたらされることに。気になる死因はというと、3月5日に遠征先の佐賀県での急な体調異変による心不全だったそうですが、しかし、なぜ公表がここまで遅れたのかについては、いつも元気だった父に起きたあまりに突然の出来事であり、私と母は現実を受け止めることができない状況が続いておりましたがゆえ、発表が遅れてしまいましたと、まさに何の前触れもなかったことを、生前の父親のファンへの感謝の言葉とともに、息子さんは報告しています。2枚目で演技派俳優だった志垣太郎さん。本名は川村実さん。1951年9月22日生まれの東京都大田区出身。身長170センチで、血液型は O 型。最終学歴は日本大学芸術学部卒。幼い頃からバンドで世に出ることを夢見ていた志垣さんですが、才能がないことを思い知って、高校在学中の1969年に、芸術座の巨人の星の主役の星飛雄馬で舞台デビューして、俳優の道に進むと、1971年の大ヒット青春ドラマ「俺は男だ」で、主役の森田健作さんのライバル役でブレイク。その凛々しい顔立ちで、世の女性たちのハートをつかむと、一躍、イケメン俳優としてアイドル並みの人気者に。1976年の名作ドラマ「アカンタレ」では、志垣さんの演技力が高く評価されて、誰もが知る代表作となっています。1979年には、俳優だけでなく、アニメ「ベルサイユのバラ」のアンドレ役で声優としても、高い評価を受けている志垣さん。2000年代以降もベテラン俳優として、2014年公開の映画「黒執事」や、2018年のドラマ「ブラックペアン」で活躍。意外ですが、2枚目なのに、明るくてひょうきんだったという志垣さん。人気バラエティ番組の、天才たけしの元気が出るテレビで演じたキャラの、デビル志垣がお茶の間で大ブレイクして、新境地を開拓しています。踊るさんま御殿でも常連ゲストとして、その才能を遺憾なく発揮した志垣さん。後年は俳優としてよりも、タレント活動が多かったような気がします。そんな志垣さんの奥さんはどんな人か、気になって調べてみると、白坂典子さんという6歳年下の元美人女優で、特撮ドラマ「ウルトラマン80」や、ドラマ「刑事犬カール2」に出演していて、歌手としてもデビューしています。二人の馴れ初めは、1982年に白坂さんがレギュラー出演していた、時代劇ドラマ「水戸黄門」に、志垣さんがゲスト出演した際に、白坂さんに一目惚れして交際がスタート。志垣さんの猛アプローチの末、1985年に結婚した二人。白坂さんの結婚の決め手は、2枚目なのに、実際は楽しくて気さくで、意外と真面目だったからだそうです。3年後の1988年5月13日に、一人息子の匠さんが誕生しています。現在は34歳になる匠さんは、身長171センチ、血液型は O 型。最終学歴は立教大学社会学部卒業。タレント、俳優として活動していて、よくある2世の親の七光かと思ったら、実はそうではなく、匠さんの芸能界デビューは、奥田瑛二さんが監督した2013年の映画、
京子と周一の場合のオーディションに合格し、俳優デビューしているのですが、当初は、カズネ匠名義で活動して、志垣太郎の息子であることを伏せていたそうです。実力で勝ち取ったポジションなのですね。さらに驚くべき才能の持ち主である匠さん。幼い頃から音楽に慣れ親しんで、5歳の頃からクラシックピアノを習っており、小学生の頃には有名ピアノコンクールで優秀賞を受賞したほどの実力の持ち主だったのです。高校は聖歌隊、大学時代には軽音部に所属してハードロックに明け暮れ、ギターをかき鳴らしていたそうです。ちなみに2018年の芸能界特技王決定戦てっぺんのピアノ部門に初出場すると決勝へ進出して話題になっています。ちなみに映画「京子と周一」の場合では、実際に自身がピアノを弾くシーンを披露していて、その音がそのまま使用されたというのもうなずけます。父譲りの凛々しいルックスと類いまれな音楽の才能、それだけでなくその独特のトーク力も評判で、数々のバラエティ番組に引っ張りだことなっています。2016年には徹子の部屋で親子共演も果たし、匠さんが着る衣装は常にオーダーメイドして、志垣さん自らがアドバイスするほど息子のことに一生懸命なのだとか。そんな志垣さんが一度だけ匠さんに激怒したことがあったらしいのです。匠さんがバンドをしていた頃のこと、父親譲りの太く濃い眉毛を細く剃り生かした眉毛にしたのを見た志垣さん、俺の人生を否定する気かと、マジでブチ切れたんだとか。ちょっと変わった切れ方ですが、志垣さんは寂しい気持ちになったのかもしれませんね。変わったといえば、志垣さんには普通ではありえない気功とも言うべき癖があったのだとか。それはどんな癖かというと、ある番組で志垣さんは奥さんが服を買う際には一緒に試着室まで入っていたことを、子供投げに暴露した上に、もう全部、上から下まで、中身まで含めて、私は妻を咀嚼してあるんで、と、衝撃の発言で締めくくって、スタジオを騒然とさせる事態に、それには妻の白坂さんも、かゆくないところまで手を伸ばしてくる、と、必要以上の干渉を認めていたほど、でも、志垣さんらしいですね。まだあります。志垣さんが以前出演した別のバラエティ番組で、とんでもない気候が発覚。その気候とは、ほぼ毎朝、風呂でうどんを食べることだとか。なんでそんなことするのかというと、志垣さんが19歳の頃、家でうどんを作ったのですが、忙しくて食べる時間がないため、風呂で食べたのがそもそもだそうです。その時ちょうどお風呂場に太陽の光が反射し、うどんがキラキラと輝き始めたのを目にして最高だと思ってしまった志垣さん、それ以来40年以上もほとんど朝食は風呂うどんだそうです。実はこの風呂うどんですが、奥さんの手作りなんだそうで、このうどんを作るために毎朝3時に起きている奥さん、いい迷惑ですね。時々志垣さんが風呂にうどんをこぼして排水口に詰まらせてしまって、掃除が大変で困ってるそうです。しかしそんなことお構いなしに、志垣さんは奥さんを一緒にどう？と誘っていたそうですが、その夢はついに叶うことはなかったそうです。スーパーに買い物に行っては、乗ってきた車を置いて帰ってきたり、空港に荷物を忘れて帰ってくるとか、2枚目だけど、ちょっとドジなところもあった。往年の大スターの志垣太郎さん。そんな父親のことをツイッターで、父は常に物事を前向きに捉えて生きている。明るく元気な人でした。私も母も、そんな父のことが本当に大好きでした。父はおそらくそれ以上に私たちのことをたくさん愛してくれたと思っております。
たくみさんはそんな風につぶやいていました。近年ではオリジナルジュエリーブランドのシガキズムを立ち上げ、実業家としても活動していたシガキさん、まだまだこれからということだったのでしょう。いかがですか？あなたはどう思いますか？これからは父親の偉大さに負けずに、たくみさんには前に向いて進んでほしいと思います。心からしがきさんのご冥福をお祈りいたします。